皆さんこんにちは。今日は検診です。ためちゃんと久しぶりに2人で行く検診です。どうですか、お気持ちは？楽しみですね。成長しているのか。そうなんだよね。最近胎動がすごいんでね、もう目に見てお腹がボコボコって分かるくらい大きくなってきたので。うん、すごい、ずっと動いてるね。うん、なんだこれ。そうなの。実際にどれぐらい大きくなってるんでしょうか。久しぶりにね、一緒に来たので、生でエコー見れるね。楽しみですよ。なんか直接さ、先生の話聞けるのもさ、いいよね。確かに、一緒に行けばね。そう、やっぱマリナだけだとさ、なんか質問した方がいいかな。お父さんになりますか僕って。違う、やる気あるパパみたいな。今から準備することありますか。あのね、でかくなるスピードがやっぱすごいね。すごいね。やっぱ8ヶ月目にもなるとギュンギュンと。前回1200ぐらいだった。うん。なので今回はどんぐらいまで増えてんのか。もうボコ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 動いてる。元気なんで。よし、いい報告を聞けるかと。いい報告を聞きたいです。カメとマリナ、ただいま戻ってまいりました。無事に検診終わりまして。終わりまして、おやつ亀ちゃんが買ってくれたから。お昼抜きだったからね。お腹すいてでね、今日は亀ちゃんも一緒に検診聞いたからね、うん、亀ちゃんの新しい反応が見れるわけじゃないけど。まあ順調に子宮頸管が短くなってる感じですね。うん、何ミリ？22。そうです、22ミリです。30ミリ以上が一応基準で、20ミリ以下になると早産のリスクがすごく高くなるので、大きな大学病院とかに行かなきゃいけないかもしれないということで、まあ今22週なので。22週？22週じゃねえよ、22ミリなので。はい。でエコーの写真ちゃんと見たら 21.7 ミリでした。あと 1.7 ミリの世界です。ちょっと危ないですね。危ない。結構ギリギリじゃないですか。はい。で一応その20ミリを切ってないので入院ではないけど、うん、まあ自宅で要注意みたいな感じ。うん。で助産師さんからトイレぐらいにしてねって言われた。難しいね。うん、難しい。だからやっぱりまた最初の家でほぼ絶対安静みたいな生活ですね。うん。あの時は1ミリぐらいしか縮まなかったもんね、あのほとんど。ね。だからやっぱりちょっと家事やるだけでも違うんだね。家事やると2ミリ縮む。あと貼る時に動いちゃダメなんだなと思う。家の中でもさ、お腹空いたからご飯食べようと思ったタイミングでさ貼ってきてさ、うん、お湯沸かすだけと思って動いちゃうのがダメなんだよね、うん、きっと。全然言ってくださいね。いない時とかさ、うん、とりあえず33週まではなんとかお腹の中にいたいという話をされましたね、うん、今31週。やっぱ33週を超えると赤ちゃん出てきても自分で息してくれるし、うんうん、その人工呼吸器とかは繋がらなくていいと。33週で生まれてくると散々な目に遭うっていう教えてくれたね。散々、うん、だからね。そう、散々な目に遭う。まあ一応それ以降で生まれてくればいいけど、うん、やっぱり37週の正規産より前に出てきちゃうとやっぱり大学病院とかそっちに通うことになっちゃうかもしれないんでね。なので入院にはならなかったけど、うん、要注意ですね、うん、まだギリギリを生きてます。なんか難しいね。前々回とか前回とかは動いてもいいよみたいな、ヨガしてもいいよみたいな。体重増えすぎだからそれの対策を動くしかないねって言われた、うん、って言われてたからね、うん、大丈夫かなと思ったらやっぱり順調に短くなってるから。難しいね、まあ、一番大切な時期だからな。まあ無理せずね。はい。けど嬉しい報告もあって、逆子も治ってるし、あと糖尿病もなんか前回は尿糖が出てて次出たら危ないかもって言われてたけど、うん、尿糖も出てなかったし血圧も大丈夫だし、その他は順調な感じで、はい、以上です。赤ちゃんは元気そうだったからね。うん、超元気。 1600g だっけ。はい、順調に大きくなってますよ。いいじゃないですか。リトドリンは1日5回酸化マグネシウムは1日6錠、オラガミンは1日1錠、お薬三昧です。愛用しているステンレスのボトルです。あったかいのが常に入ってます。うん、寝室にね一緒に持っていきます。どうですか、お腹の方は。どうですか。チップだかデールだかがこんにちはしてます。思ったよりもでかいです。でかくない？でかい ね。まだ大きくなるのこれみたいです。やばいね。背筋悪いとこ
おやすみ。けどこれでも子供がまだ 1600g です。あと倍ぐらいになる予定。それでは失礼。退場。